はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、498日目ですね。はい、現在2021年4月19日の、午前6時54分なんですけども、今回はですね、今回契約書の方を開封したいなと思うんですけども、ゴールド契約書5枚と、あとこれですね、 A ランク契約書期待の若手これ1枚とで、S ランク確率 10% 契約書、この合計7枚開封したいなと思います。はい、その前にプロスピーパークですね。プロスピーパークなんですけども、現在の進行状況ですね、あと2日と6時間残ってるんですけども、現在の進行状況はこういう感じです。103万1866ということで、もうあとちょっとでね、最後の累計の A ランク次チーム契約書を期待の丘でこれ取れますんでね、まあ2日以上前に終われそうです。ここまで使ったエナジーが17エナジー使いました。はい、まあここからね、このランダムボックスでこの A ランク次チーム契約書を期待の丘でこれに狙っていきたいなと思ってます。はい、まあこのアカウント12球団編ということですけども、ソフトバンクで純正組んでますんで、この杉山選手、ぜひ、欲しいなと思ってますんでね、まあ多少まあちょっと強敵の時にエナジー割りながら、ランダムボックスの方を進めていきたいなと思ってます。はい、ここまで使ったエナジー17エナジーです。はい、それでは、契約書の方いきたいなと思います。まずは A ランクのランダムの期待の若手ですね。そちらから先行きたいなと思います。はい、これはもう、今言いました杉山選手来てほしいなと思います。行きます。 A ランク契約書期待の若手、ソフトバンクの杉山選手お願いします。来い。さあ誰、和田選手、ロッテですね。はい、ロッテの和田選手でしたね。ちょっとソフトバンクの選手杉山選手は聞きませんでしたけどね、まあいいです。はい、それではゴールド契約書5枚いきますね。ちょっと待ってくださいね、上から1枚2枚3枚4枚5枚ですね。はい、先ほども言いましたけどね、このアカウント12球団編ということで12球団の選手集めながら純正ソフトバンク組んでますんでね、ぜひ限界突破できる A ランク選手か、S ランク選手来てほしいなと思います。それではいきます。ゴールド契約書5枚お願いします。 S ランク来い。うん、いやー渋いな。燃えろ。あー燃えへんか、ないか、あーか。はい、 B ランクですね。はい、うん、残念。はい、ゴールド契約書5枚は全部 B ランクでしたね。はい、それでは、最後に S ランク確率 10% 契約書これいきたいなと思います。チャレンジカップ優勝報酬ですね。はい、ぜひ S ランク来てほしいです。お願いします。いきます。 S ランク来い。んー渋い。さあどっち、さあどっちや。辛くないか、割れろ。あー割れへんか。ソブエ選手ですね。はい、ソブエ選手はね S ランクも A ランクも持ってないですね。うーん残念やな。はい、まあまあしゃあないですね。はい、うん残念。はい、今回こんな感じですね。まあ、プロスピパークあと2日と6時間ありますんでね、もうすぐまあ累計全部終わりますんで、まあランダムボックスの方行ってね、A ランク自治向け、契約書若手期待の若手ですか、それ取れるようにちょっとまあ多少強敵の時のエナジーを浴びながらやっていきたいなと思ってます。まあパネルチャレンジでね結構エナジーは返ってきてますんでね、いっぱいもらってますんで、まあそれも期待して、まあ契約書がねあんまりのもらってないんでね、ちょっとそっちも期待したいなと思ってるんですけどね、頑張ってやっていきます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編でした。